五箇所浅間山は、三重県渡来郡南伊勢町五ヶ所裏にある山。標高は174メートル。円錐形の形状が富士山に似ていることから、五ヶ所富士とも呼ばれる。五ヶ所裏浅間山と呼ばれることもある。五ヶ所川と五ヶ所浅間山中腹には五ヶ所みかんの果樹園が広がっており、登山道の一部はみかん畑の農道も兼ねている。 リアス式海岸の五箇所湾を見下ろすようにそびえており、山頂からは五箇所湾を見晴らすことができる。南独には五箇所城跡があり、南北朝時代から戦国時代にかけて豪族のアイス氏が居城としていたとされる。五箇所城跡は三重県指定史跡に指定されており、郷土資料館のアイスの館がある。南独の五箇所川に架か,かる五箇所大橋周辺からは五箇所、 富士を正面に見ることができる。古くから浅間信仰が受け継がれており、山頂には鳥居と浅間碑の秘跡が混流されている。紙面に菩薩像が彫られた浅間碑は遠方6年のものであり、南伊勢町指定有形文化財に指定されている。なお、五箇所浅間山の周辺には、キレゲン浅間山、宿、浅間山、愛が浅間山、ダソ浅間山もある。 毎年7月初旬には、浅間祭りが催され、川で身を清めた男衆によって大竹が、浅間神社に奉納される。ありがとうございます。